北西はモーリタニアから東は中央アフリカまで西アフリカの多くの国に分布する民族。居住地域は主にサヘル地帯に広がっている。ナイジェリアやその他の国で彼らはフラニ族と称されるが彼ら自身はフラベ族と称する。またその他にもフラ族、フルフベ族、プール族、プル族フルベ族など様々な故障がある。遊牧民を起源とし、 現在でも、牧畜を営む人が多い。バントゥーともベルベル人やアラブ人とも異なる。独特の言語体系を有し、豊富な民話を継承している。また、セネガル川中流域には、彼らと近い民族である、ドクロール族がいる。2000年代に入ると、ナイジェリアのカドゥナ州において、農耕民のキリスト教徒との間で、土地利用をめぐる衝突が発生する。 しばしば暴力事件に発展し、双方に多数の死者が発生するようになった。また、2015年頃からは、ブルキナファソのフラニ族の居住地域にイスラム系武装組織が進出し、組織への勧誘が行われている。2018年1月1日、ベヌエ州にて望牧民らが農家を襲撃する事件が発生し72人が死亡。ベヌエ州知事は、襲撃者を フラニ族と目している。2019年3月23日、ブルキナファソ国境付近のバンカス県をごさぐ村に、ドゴン族が襲撃をかけ、フラニ族の子供や女性を含む134人以上が殺害された。両者の間では、土地や水の配分をめぐり衝突が起きていた。フルベ族は、あなたの夫は、どこに行きましたか、などとは普通言わない。夫の代わりに、 家の主とかのお父さんという。そうとえば、妻である女性は、ある人は、へ行きましたと答える。ここでは、相手に、自分の夫のことを語るのは恥だと考えられている。ためである。また同様に、あなたの長男は綺麗ですね。などという質問にも、古部族の母親は、私の小網にキーこの汚らしい奴などと答える。これは、 長男のことを語るのは恥であることと、長男の美しさを妬む悪い精霊などが、長男に取り付かないようにするためである。ありがとうございます。